だから、蕎麦は、東京の人はもう切っても切れない。私の名前は井上明、蕎麦を教えて30年になります。もともとお蕎麦を僕自身が食べるのが大好きで、それでお蕎麦のクラスをやれば毎日食べられるだろうと思いました。どこが好きかというと、お蕎麦は美味しいんですね。それがものすごく美味しいんですね。簡単に教えするんですけども、一つの、パートはですね、全てプロフェッショナルと同じことをやります。